はい、2425モデルのダルベロフリースタイルですね。はい、じゃあ岡田プロにお願いします。もう、はい、変更があるものとないものがあって、色の変更ないで、色だけ変更、色だけ、はい、変更です。ただこれ結構してる。あれ、あ、そっかそっか、色だよね結構大幅に、うん、ここなんかもう全然イメージが違う、違いますね、色物ここ のスニーカーっぽいのは一緒なんですけど、うん、全体的になんかチョコっぽい、うんうんうん、これ僕かっこいいと思うんですけど、いや、いいね、いいですよね、うんうん、はい、これ色チェンジですけど、結構大幅にこれ変わりました。この辺はこっちが色変わってますね。今年赤でした、こっち一緒です。同じよね。でこのフレックスで、うん、多分このラップのサーモンインがフルサーモンの入ってるのってあんまないと思うんで、これ結構おすすめで、うん、わ、本当だ、はい、この値段で、はい、でフルサーモンで、うん、これ焼いたら、うん、まあ、足型はすごいいいですし、あったかいですし、軽いと思うんですけど、ちょっと超軽いくわけないですけど、うん、でもサーモン入ってるんで、うん、このライナー軽いんで比較的軽いと思います。でここがラストが99ミリのが、うん、ありますね。でこれ多分とか言ったら怒られそうですけど、多分新しいです。これ、うん、あ、そう、値段違うもんね。あ、フレックス違うんだ。フレックスが違って、これと、本当だ、110と90になってる。多分こっちが新しい。こっちが新しい。あ、こっちが新しいです。ラストが。あ、こっちが新しいです。これが一緒で。金ちゃんが来てくれたので。あ、こっちが新しい。金ちゃんブーツどれですか？来年は。多分これだと思います。あ、はい、ちょっと年を取ったのかもしれないですが、うん、この120 の, このちょっと張りの強いタンがどうも押し切れなくて合わないんで、今まではこっち、今はこっちです。22、23年までのいるものだったら120入ってたんですけど、うん、新しくなったんでちょっとシェルの素材が変わって、タンの素材の好み的にこっちかな。今年はあのライダーの方が説明してくれるんで説得力がすごいですね。さすが。違う。今間違ったから。そうだね。で、こっちが新しくて。幅が広い、ね、はい。ミッドボリュームっていうこの MV って書いてるのが新しいです。これローボリュームと、MV とね、はい、99mm と101mm があって、こっちが足幅ちょっと広いモデル、ワイズ広いモデルが、うん、来季から各種で出てくるんですけど、あとこの色物からですね、これ。出てます。いいですね。でもね、はい、LV と MV あるそうです。なんで、あの、多分フレックスはいいし、うん、いいんだけどちょっと足バイズ合わないわっていう人とか、うん、あの選択肢が増えますよね。同じモデルでシェルがバイズ2つ出てるってあまり他のだとないないよね、はい、うん、特にフリースタイルだとないよ ね、 ないですね、うん、あと僕個人的にいいなと思ったのが、前までのだと、イルモロの120と、その下にあったイルモロ MX とか、ジャックとかって別のシェルだったんで、全く別物だったよね。イルモロいいですよって勧めても、やっぱりそこまで硬さいらないとか、金額的にっていうので、トライできなかった、手が伸びなかったところがあったと思うんですけど、今度、完全に同じシェルで、金額が安くなって、フレックスも柔らかくなってるっていうのは、なんかこう、憧れのやっぱ、うん、ヒデと同じブーツ履きたいけど、うん、と思った人とかもぜひとかなっててやっぱとかは違うんですけど、やっぱ同じシェルで、うん、同じようなそのフィーリング使用感で滑れるっていう、そのなんか間口が広がった感じのラインナップっていうのが、うん、まあ、この幅も今ヒデから話しまった、うん、幅の話もそうなんですけど、うん、それがなんか、いや、一番なんかそれはなんか本当いいよね、進めやすいですね、うん、僕らからしても、あ、同じシェルなんで柔らかさで選んでくださいっていうか、うん、言いやすいっていうのは、うん、実際だってここ金額差がだって定価で3万円ぐらい変わってくるって思うと、ね、90のところからすると7万2000と10万円なんで、ね、最近ほらすごい高いからさ、アブーツがこれはお手頃ですよね。本当にここが一番のなんか、うん、セールスポイントっていうか、うん、いいなと思った。多分ユーザーに刺されやすいし、うん、選択肢しやっぱチョイスしやすいと思うんですよ、うん、しかもやっぱインナーがいいなって、あ、インナーやっぱ巻きがね、巻きサーモンがサーモンのインナーがですね、はい、とにかくこの巻きサーモン族だからね、90とかにこのサーモン入れてくるっていうあれがすごいですよね。何年か前にクリプトンのシリーズとかでね、いや出てたんだけどね、出てたんだけど、ちょっとアドルからある年とない年とね、あるけどタン付きだったりとか、ね、そう巻きできたっていうのは、いや、またね、この価格で巻きが、うん、これはね、めっちゃいいと思います、
まあ、続いていきますか。いいですか。続いて、はい、これはあれですね、タブリ用の LV フリー。これなんか変わってないようなイメージ。これが、はい、微妙にアップデートしてて、微妙にアップデート、これも僕最初変わってないんじゃないかとか言ったら怒られますけど、うん、変わってないんじゃないかちょっと思ったんですけど、うん、アッパーの色変わってますね、カフの色変わってますね。カフ去年同じみたいな色だったんですけど、まだ今年納品されてないから分かんないもんね。カフが変わりました。あとはこっちは大幅に色変わってます。赤ね、ないなかったな。こう攻めた色してるんで。かっこいいね。でもね。でも、うん、僕すごいいいと思います。うん、かっこいいですね。めちゃ目立つし、うん、あとこのソールのとかこの色差し、うん、ロゴの色とかもなんかいいなと思ってます。これもが130で、かぶり LV フリーシリーズの一番硬いやつの、まあ一番トップモデルですね。うん、これもまあさっき言ったあのライナー巻きの。ラップのサーモンインナー入ってます、うん、これさ、今年っていうか今シーズンのモデルから変わって、はい、テストしたこのターン、これ僕、うん、今年これ去年か、うん、テストしてて、あ、してた、これめちゃくちゃ良くて、なんかシェルも変わったんですけど、うん、これ結構僕もシェル変わったりとかすると結構不安あったんですけど、マジでいいですね。タンの動き変わったよね、ちょっとね。あ、そうですね。前のやつとちょっとなんかシェル変わったんで、うん、押した感覚はちょっと違うと思います。うん、今までのクリプトンよりもちょっと押した感じは違いますね。うん、若干僕も違和感あったんですけど、うん、まあでも慣れました。慣れた。はい、で今までボークモードついてるモデルって結構、うん、この後ろの剛性の弱さってどうしてもそのブーツの特性なんですけど、気になったんですけど、僕もルポもあのルポプロとか出てた時も硬いんですけど、やっぱりちょっと後ろの剛性の感じ気になってて、まあ、ライダープロライダーレベルだとやっぱりすごい気になるんだろうね、後ろね、でこのモデルがあの、まあ、そういうのも踏まえてだと思うんですけど、ライダーには後ろにこれちょっと補強が入ってるんですよね。ここがちょっと硬くて、これ表現しにくいんですけど、ここ硬いんですよ結構。でこれがこう後ろのその剛性の強さを出してて、なんで今までだと結構ライナーが潰れて、うん、シェルは硬いけどライナーが潰れちゃうとか、なんかそういうのでフィーリングちょっと後ろ側のフィーリング悪かったんですけど、それが軽減されてます。でもここもスリット入ってるんで、歩くときはこのスリットがあのサポートするんで、歩きやすさはそこまで損ねずに、滑りの方の、補強はかなり強くなってます。なんでこれが一番その滑りフリーライドの滑り系の、まあ、テック対応だとこれが最高峰ですね。これが一番いいな。あとは、イルモロと同じくですね、うん、これは変わってないよね、これ同じ、あ、これ変わってるんですよ、やっぱ後ろ変わってるんだ、全部色味が変わってるんですよ、うん、なんで微妙に変わってます、うん、なんか微妙に、ね、色味の系統一緒なんですけど、うん、カフが黒くなって、ね、この辺が、うん、アップデートされています。これも同じく、99mm のやつと、あ、何 IF って何、 IF はこれライナーのあれですね、あ、はい、そうだ、ライナーだ、はい、なんでこっちもこっちが MV がミッドボリュームで、うん、さっきと同じかあの入物と一緒で 101mm です、うん、でこっちは普通のは 99mm で、99だ、120とか多分ちょっと需要が一番厚いとこなんですか ね、まあ、そ, うだよね、そこに、うん、あの選択肢増えるようにシェルの幅をワイズ2つ出すことによって、いや嬉しい、そこをカバーできてるのかなと思います。100いまいち緩いんだよね。そうですよね。99、101とかさ、そうなんですよ、ね、99はいいんだよね、これがね。なんでそこの多分幅の、うん、いろんな幅のしているんで一番ニーズが多いところ、いや、いいっすね、多分この2ラインなんで、うん、来年はそうですね、あと100気が利いてる。100は、あ、MV です。そうかそうか、100ぐらいも必要だよね、はい、そうですね、100が MV だけあります、うん、なんで、うん、結構柔らかいブーツの方は MV ですね、うん、いや、いいですね、はい、これはレディースかな、はい、馬ね、レディースのこれで95のこれは MV ですよね、ミッドボリューム、ね、はい、101mm で、こっちの105は 99mm なんで、これ99とかあれやねんなですね、それはダメですか。多分各種あればいいですね、ただなかなか多分この辺の90がニッチなとこだとは思う、まあそうだね、うん、まあ、多分ここに比べるとってところだと思うんです、ね、確かに確かに、はい、だと思います。さすが岡田さん、はい、が、カブリオのフリー LP フリーテックホルダー空いてるモデルがここのモデルですね。で同じシェルで
テック対応じゃない、じゃないやつが、後ろもウォークモードじゃないやつが、今年も現行モデルもあったんですけど、それこれも変わったの、でも似てるよね、これも変わってますよ、花粉の色がこれが変わったのね。でさっきと同じくこれはもうラインナップがまるまるほぼほぼ両方あって、うんうん、こっち、うん、MV です、うん、101mm です、こっち99ミリです。なんで同じモデルで2ラインナップ。オーダーミスしないように気をつけよう。はい、なんで101ミリと同じフレックスで101ミリと90ミリがあって、うん、でわずかな差があって、トップモデルとこのライナーがちょっと違うんですよね。ライナーが違ったりとか、こっちだとこの100のミッドボリュームだとライナー単なんですけど、うん、あ本当だ、こっちはみんな大好き、みんな大好き、僕が大好き、ラップです。なんでその差があるんですよね。なんでちょっとサーモの方が値段的には数千上がっちゃうんですけど、はい、なんででもなんか割と価格を抑えてるね。そうなんです。でもちろんそれが売りなわけじゃないですけど、価格ちょっと、カブレの方も値段下げてるので、ちょっとあのなんですか、値段でまあ決めるようなものじゃないかもしれないですけど、ちょっとあの選択肢に入ってくる人もいるんじゃないかなと思ってます、はい、なんでちょっと値段下がってます。あとこれは、まあ、MV の方がちょっとボリュームが多くて、こっちは、はいはいはい、ラインナップが多いです。これ全部全部 MV です。 MV はい、でこちらレディース、レディースですね、レディースは115、95、85で全部ラップのインナーで、ワイズが99ミリの方ですね、細い方は全部ラップのインナーで用意があります。